創業から130年、歴史ある酒蔵なのに味わえるんです。ほっこり定食、一見かわいいカフェなのに味わえるんです。美味しい和牛の丼が。今朝の週刊アーネは意外なお店の意外な極上グルメが登場します。まずは創業およそ130年、浮橋の老舗酒蔵です。磯の沢、上質な酒米山田錦、さらに自社の井戸から汲み上げる浮葉の清らかな水を使って作るお酒は、まろやかな口当たりと豊かな香りが特徴。美味しそう。中でも定番商品の旬は、おととし福岡県知事賞を受賞した自慢のお酒です。これ買って帰ってしまいました。そんな老舗の酒蔵なのに、なのに、ちょっと待ってください。私日本酒を飲むのかと思ったら、こんな立派な定食が酒蔵ですよね。うちは酒蔵なんです。酒蔵ですけど、酒蔵から出る酒粕を使って、酒粕の今日は定食にしてます。何回酒蔵って言うんですか。ちょっと今噛んじゃった。いや、それぐらいびっくりですよね。実はこちら酒蔵の他にも食事ができる浮葉食堂磯の沢、いい雰囲気、さらに宿泊ができる施設を併設、そして酒だるを使ったサウナなど、酒蔵の特徴を存分に生かしているんです。整えるんだ、食堂のこの時期のおすすめはかす汁定食、人参やさつまいもなど浮葉周辺の農家から仕入れた新鮮野菜をたっぷり使用、そして味の決め手はもちろん酒粕、たっぷりと使うことでコクと旨味が加わります。わー、本当に甘みがあってまろやかで、野菜の甘みがしっかり溶け込んでて、お酒のふわっとした甘みもありますし、この辺は野菜を作ってるのがたくさんいるので、じゃあいろんな方からこう、そうですね、持ってきていただいたお野菜がここに詰まってる、うわそして定食についてくる小鉢ももちろんすべて手作り、ほっこり癒される定食です。これ以上の贅沢ないですよね。ありがとうございます。ここに住んでたら本当100まで生きられそうだ。この野菜と2回に住みます。あ、いいですか。ここから出勤しようかな。ちなみに今週末は磯の沢で蔵開きを開催、準備や片付けの関係で食堂の営業は来週水曜日からとなっていますので、皆様ご注意ください。美味しかった。さあ続いては小倉北区萩崎町にある福和内、カフェのようなおしゃれな外観、そして落ち着きのある店内なのに、こちらは何のお店なんでしょうか。もう焼き鳥屋になります。焼き鳥屋、はい、焼き鳥店にあんなものはありません。おしゃれでした。そう、実はこちら意外にも焼き鳥店なんです。炭火で丁寧に焼き上げた焼き鳥が味わえるんですが、女性でも入りやすいようにカフェのようなお店作りにこだわったんだそうです。本当に可愛かったです。さあそしてランチも意外なんです。もうこのまま顔つけたいぐらい美しい光景が広がっていますけど、で、焼き鳥屋なんやないかーい。焼き鳥店っておっしゃいましたね今、はい、これ牛ですよね。牛です。うわ、焼き鳥店の一番人気のランチは焼き鳥ではなく和牛丼。なんだ、九州産の黒毛和牛を使用しているのですが、甘辛く仕上げられた山椒を使った特製タレとの相性が抜群なんです。うわ、おいしい。この良いこの厚みのお肉がほどけて溶けていきますね。この卵のコクとソースの少し酸味がきて、さっぱり最後はもうこれでもかというぐらい牛の旨味と甘みが溶け出してきます。ありがとうございます。あ、すごい。そして牛肉だけではありません。こちらは卵とろとろ親子丼。うわー、うまそう。
福岡県高原町から取り寄せた濃厚な卵と博多のブランド鶏花見鶏を使用。甘めに仕上げた特製の出汁を効かせたまろやかな旨味が特徴の極上の親子丼ですよ。もうね、これもね、鶏がブリンブリンしてめちゃくちゃ美味しかったです。そしてやっぱり店内がすごくおしゃれで、夜もね、行ってみたいなと思いました。お店の詳しい情報はウェブメディアアーネでご確認ください。美味しい。美味しそう。